アウンサンスーチー、ラテン文字表記、オーグサンスーチー、a l、AL、c 本字法、アンチャンシユークラン、IPA、INSNS、トン。1945年6月19日台は、ミャンマーにおける、非暴力民主化運動の指導者、映画監督、国家顧問、現在、国民民主連盟党首。2016年3月30日に、 陳朝を大統領とする新政権が発足したことに、伴い、外相大統領府省を、兼任さらに新設の国家顧問にも就任した。同国における国家元首は大統領だが、大統領を超越する存在としてアウンサン・スー・チーが、事実上の最高指導者であった。2021年ミャンマークウデターを受けて、現在自宅で軟禁中、ビルマの独立運動を主導し、 その達成を目前にして暗殺された、ビルマ建国の父ことアウンサン将軍の娘である。経験なテーラワーダ仏教徒と,とされる。使用言語はビルマ語、英語、フランス語、日本語。2013年、彷彿時はフランス語で講演し、訪日時は英語で記者会見した。日本や英語メディア、仏語メディア、独語メディアなどの報道では、アウンサンスーチー、 スーチーなどと表記されることもあるが、ミャンマー人は、姓はなく、ミャンマー国内では、通常、アウンサンスーチーの一語で表記する。幼少時代と、家族1945年6月、イギリス統治下のビルマシトラン軍で生まれた。当時は、ビルマの戦いの末期で、敗戦の日本を裏切った父アウンさんらの構成もあり、5月に、ラン軍から日本軍が駆逐され、 日本の支援を受けていたビルマ国も崩壊。日本統治時代が終わり、イギリスの支配に戻ったばかりの頃だった。日本の降伏後、1947年に、シチアウンさんが性的輸送の部下に暗殺される。以降、ラングーンで元看護師の母親キンチーと二人の兄と共に暮らし、母からテーラワーダ仏教の厳しい教育を受けた。のアウンリンが歳の時、 自宅にはの池で歴史した後、ラングーン市内のインアーコハンに転居した。長兄のアウンサンウーは、後にアメリカサンディエゴに移民として移り、アメリカ合衆国の市民権を取得した。妹の政治活動に反対している。アウンサンスーチーは、ラングーンのセフランシス修道会学校を経て、ダゴン軍区にあった、ビルマのトップ英語学校メソジスト英語学校に、通った。同校の同級生に、 後に、アウンサン・スー・チー側近となる緊張がいた。1960年に、母親のキン・チーが、ウーヌ政権で中インド県中ネパール、特命全権大使に着任すると、スー・チーは、母とニューデリーに移り、同地のキリストメディー修道会学校に通った。1962年から、デリー大学レディスリラムカレッジで政治学を学び、1964年に卒業。 インドでは、ジャワハルラールネリューの家族などと信仰し、マハトマガンディの非暴力不服従運動の影響を受けたとされる。1964年から1967年まで、イギリスのオックスフォード大学セントヒューズカレッジ哲学、政治経済学部で、哲学、政治学、経済学を学ぶ。1967年に学士号を取得後、ビルマ政治担当の助手に就任し、 ヒューティンカー教授に指示、1968年に同大学を卒業して政治学習志望を取得した。しかし、オックスフォード大学での成績は不審で、二度コースを変更しようとしたもののいずれも失敗し、結局彼の評価で卒業したため研究を続けることが困難となった。しかし彼女は後に1990年にオックスフォード大学名誉フェローに選出されている。 1993年にオックスフォード大学名誉博士の授与を打診されたものの、出国できず断念。その後、2012年に名誉博士号を取得した。大学卒業後、友人の単位と共にニューヨークで暮らし、1969年からニューヨーク大学大学院で国際関係論を専攻して、ビルマ聖事氏が専門のフランクトレイガー教授に指示したが、中退し、 1969年から1971年にかけてニューヨークの国際連合事務局行政財政委員会で初期官報を務める。1972年にオックスフォードの後輩で当時ブータン在住だったチベット研究者のマイケル・アリスと結婚し国際連合事務局を退職し専業主婦となった。1972年から73年までブータン。 外務省研究員。1973年に、長男、オックスフォード大学クイーン、エリザベスカレッジで研究を再開し、1975年から77年まで、オックスフォード大学、ボドリアン図書館編纂研究員を務めた。1985年から87年まで、ロンドン大学東洋アフリカ研究学院で、研究生を務め、 ビルマ文学とナショナリズムの関係を研究し、1988年にソワスでビルマ文学修士号を取得した。父の研究をするため、オックスフォード大学で2年間かけて日本語を習得。その後ら1985年10月から翌年7月までの約9ヶ月間、国際交流基金の支援で、京都大学東南アジア研究センターの客員研究員として来日し、 大日本帝国軍関係者への聞き取り調査や、外務省外交資力館、旧防衛庁戦士部、国会図書館などでの資料調査を行い、父やウンサン将軍についての歴史研究を進める。当時の受け入れを行ったのは、当児同センター長の石井ヨネオラである。シムラーで、インド教育省インディアンインスティチュート・オブ・アドバンスと、スタディーズ特別研究員を2年間務めたほか、 ビルマ連邦政府でも勤務した。1986年7月から10月までヤンデネ、の母を訪ねた後、オックスフォードに戻った。1988年3月31日に、母が帰得との知らせを受け、病気の母を看護するため4月2日に、ビルマに戻る。1987年9月の高額疲労廃止令などをきっかけとして、 学生を中心に始まった反政府運動は、デモ中の学生が虐殺された3月以降に、激化した。7月2962年の軍事クーデターより、独裁政治を敷いていた、ネウィン将軍、ビルマ社会主義計画党議長が辞任した。改元令下では、学生や市民らが大規模なデモを行った。アウンサンスーチーは8月26日に、 シュエダ・ゴンパゴダマイ集会で50万人に向けて演説を行った。9月18日に国軍がクーデターを起こし、そう、マウン議長を主犯とする軍事政権が誕生した。民主化運動は徹底的に弾圧され、数千人の犠牲者が出た。アウン・サン・スー・チーは9月に、翌1990年に予定された選挙への参加を目指して、1988年の 国民民主連盟の決闘に参加し、初期長に就任。全国遊説を行うが、1989年7月に自宅軟禁され、NLD 初期長を解任される。国外退去を条件に自由を認めると持ちかけられたが、拒否したと言われる。軍事政権は1990年5月27日に総選挙を行い、アウンサンスーチーの率いる国民民主連盟が対象した。 しかし、軍政側は民主化より国の安全を優先すると権力の異常を拒否した。この強硬な姿勢は国際的に激しい非難を招き、アウンサン・スーチーは1990年10月12日にトロルフラフト財団からトロルフラフト人権賞を受賞。1991年7月10日にサハルフ賞受賞。10月14日にノーベル平和賞を受賞した。 ノーベル賞賞金の130万ドルは、ビルマ国民の健康と教育のための基金の設立に使われた。ただし自宅軟禁中のため受賞式に出席できず、受賞演説を行ったのは、軍政が民主化に本腰を入れ始めてから21年後の2012年6月16日のことであった。1995年7月10日に自宅軟禁から解放される。週末に、 自宅毎週会を行って大勢の徴収を集めたが、軍政によって中止に追い込まれる。10月10日に NLD 書記長に就任。NLD は11月に政権国民会議のボイコットを決断し、軍政は対抗措置として同等側委員を除名した。会議は事実上休民状態となる。NLD は1996年5月。 アウンサンスーチー釈放以後発の党大会を計画したが、軍政側は国会議員235人を拘束する弾圧策に出た。軍政はアウンサンスーチーにヤンゴン街への移動を禁止していた。アウンサンスーチー側は1996年と1998年にこれに抵抗したが、いずれも妨害された。NLD は1998年9月、 国会召集要求を無視した軍政に対抗し、アウンサン・スー・チーら議員10人で構成する国会代表者委員会を発足させる。1999年3月、夫のマイケル・アリスが前立腺がんで死亡。ビルマ入国を求めたアリスの再三の要請を軍政は拒否した。再入国拒否の可能性があるアウンサン・スー・チーは出国できず、 ふさは再会することができなかった。2000年8月24日、ダラーの NLD 青年部への訪問を再び阻止される。抗議の牢状を行うが、9月2日に首都ヤンゴンに強制送還された。同月22日にマンダレー行きを試みたが再度拘束され、翌22日から再度自宅軟禁された。同10月からラザリ国連事務総長特使らのの下 アウンサンスーチーと軍政との間で国民和解対話に向けた全談交渉が始まり2002年5月6日に自宅南京は解除されるその後 NLD の党組織再建のために各地を遊説し訪問先で熱狂的な歓迎を受ける2002年5月14日アウンサンスーチーとクメヒロシが5分間の電話対談を行い録音した音声がテレビ朝日系列の ニュースステーションで放送された。2003年5月30日、ビルマ北部を遊説中に軍政による計画的な襲撃に遭い、活動家や支援者に多数の死傷者と逮捕者が出た。襲撃の責任者は、後に首相となる総員中将とされる。その後は、軍施設に連行され、三度目の軟禁状態に置かれる。外部からの訪問は、ほぼ完全にシャットアウトされた。 9月に手術入院した後は自宅に移され、自宅軟禁状態となる。2007年9月23日、仏教僧侶らの反政府デモが広がるのに伴い、軟禁先を自宅から院政院刑務所に移されたとの情報がある。9月30日、2007年10月、カナダ名誉市民の称号を受けた。2008年4月、アメリカにて、 議会名誉黄金勲章授与法案が可決される。5月10日に軍事政権が新任選挙を強行した新憲法草案では当初配偶者及び子供が外国人もしくは外国の市民権を有する国民には選挙権を認めないとの条項があり、全部が外国人のアウンサンスーチーの非選挙権を事実上剥奪していた。しかし諸外国の抗議もあり、 軍事政府はこの条項を撤回。同月23日、アウンサンスーチーは事前投票したと伝えられた。2009年5月、アメリカ人の男が自宅に侵入したのが、南京条件違反に当たるとして、国家転覆防御法違反の罪で起訴される。5月18日、ヤンゴン氏、インセイン刑務所内の裁判所で裁判が始まった。規定では、有罪の場合、 金庫3から5年が課せられる。自宅難禁の最長期限は6年であり、同月末を迎えると難禁が解かれる予定だった。同日、アウンサンスーチー率いる野党国民民主連盟が刑務所周辺で抗議行動を行った。17日の前日に、ニコール・キットマン、ブラッド・ピット、デビット・ベッカムら著名人に44人がアウンサンスーチーの訴追に反対し、 解放を求める共同声明を発表した。26日午前、丹州へをトップとする軍事政権は、南京期限は11月との声明を出し、アウンサン・スー・チーと弁護士にも南京解除を伝えた。その上で8月11日、国家転覆の罪で金庫3年の実刑を言い渡し、直後に執行猶予と1年6ヶ月分の特赦をつけて、再度の南京状態に置いた。 侵入者のアメリカ人は禁錮7年の実刑判決を受けた。2012年9月、ホワイトハウスにて、バラク・オバマと会談を行うアウンサン・スー・チー2010年1月21日、軍事政権のマウン内相が地方の会合でアウンサン・スー・チーについて、南京期限となる11月に解放されると述べていたことが判明し、11月13日に南京を解除された。 政治活動の再開を進めるアウンサンスーチーに対し、政府は2011年6月28日に活動停止を通告。7月25日、8月12日に政府側と会談し、国家の発展のため協力していくことで合意したが、これには懐疑的な見方もある。8月14日に地方都市での政治活動を再開させた。 2012年4月1日に行われたミャンマー連邦議会補欠選挙に NLD より立候補し当選を果たす。しかし、軍事政権が定めた憲法に反対する立場から議員就任の際に求められる憲法遵守の宣誓を拒否することを理由に4月23日の初党員に応じず宣誓内容の修正を求めた。その後方針転換し、 5月2日に正式に議員に就任。6月、国民代表委員法の支配、平和安定委員会委員長に就任。2012年1月10日、NLD 中央執行委員会議長に選出。1月13日、ニコラー・サルコジュフランス大統領が、レジオンドヌール勲章コマンドゥールの授与を電話で伝える。1月25日、アースイフ。 アリー・ザルダーリー・パキスタン大統領より、ベナジル・ブット賞を授与される。2月10日、国際連合教育科学文化機関が、2002年に、授与が決定していた、マダンジート新賞を授与する。11月、インドを訪問し、1993年に受賞が、決定していたネエール賞の受賞演説などを行う。2月15日、香港大学から、名誉法学博士号を受ける。 6月24年ぶりにヨーロッパ諸国を歴訪し、同月27日にパリ市名誉市民の称号を受け、フランス語で講演を行った。2013年2月1日、ソウル市管学区のソウル大学校文化館で、ソウル大学校名誉教育学博士号を授与された。同日に行われた、総栄基地院長広域市長との会談で、日本の慰安婦問題について、 日本統治時代のビルまで日本帝国主義への抵抗運動を主導した、シチアウンさんの誰にでも長所と短所があるとの言葉を引用し、過ちは誰にでもあるが、過ちを認めることをためらうことこそ、本当の過ちとし、問題を否定する日本の姿勢を批判した。十七年ぶりに来日し、安倍首相と会談四月十三日、十七年ぶりに来日。在日ミャンマー人や、 京都滞在中に家族ぐるみの付き合いをしていた日本人との懇談や経済界へのミャンマーへの支援の呼びかけ、安倍晋三首相などの日本政府要人との会談を行う。京都大学では京都大学名誉フェローの称号を新設して4月15日の講演時にこれを授与した。同日、日本滞在時から信仰の深い大津定美教授夫妻がかつて教弁を とっていた、龍谷大学で講演を行い、龍谷大学名誉博士号を授与された。講演では、仏教の慈悲に基づく、非暴力民主化運動を行う必要があると論じ、仏教の教えを心に置きながら、変革を進めないといけないと述べた。9月12日、ポーランドでレフ・バウエンサ初代大統領と昼食を、共にし、外国人として二人目のワルシャワ名誉市民の称号を受ける。 10月にイタリアに訪問し、ローマ教皇フランシスコと面会。10月27日、1994年に授与が決定されたものの20年間受け取ることのできなかったローマ名誉市民の称号をローマ市庁舎で開かれた記念式典で受けた。その後、ボローニャ名誉市民の称号も授与された。2015年11月8日に実施された。 総選挙において、NLD が10日に行われた外国メディアの取材に対し、アウンサンスーチーは新たに選出される、新大統領について、憲法上、アウンサンスーチーの就任が禁じられていることに合わせた、措置に過ぎず何らの権限を持たない区別であり、私が全てを決定すると断言した。ただし、こうした、アウンサンスーチーの立場や、高校 G など民主化運動の有力者を、 議員候補リストから排除するなどの党運営について憲法の無視、権威主義的な姿勢などという批判がニューヨークタイムズなどからなされた。違憲の疑いも指摘されるが、アウンサン・スーチー自身は憲法に規定がないため違憲ではないと主張している。2016年3月22日、ミャンマー時期大統領の緊張は議会に新内閣の閣僚名簿を提出し、新政権に アウンサン・スー・チーが入閣することを明らかにした。3月30日、院長は正式に大統領に就任し、新政権が発足した。日本のマスコミはこの政権を事実上のアウンサン・スー・チー政権と評価している。アウンサン・スー・チーは外務大臣、大統領府大臣、教育大臣、電力エネルギー大臣の4閣僚を兼任した。ただし、この中の教育大臣と、 電力エネルギー大臣のポストについては他に、適任者が現れるまでの暫定措置であったとされており、政権発足後すぐに、電力エネルギー省は、定員政権で、エネルギー省次官を務めたペイジントゥン、教育省は教育省勤務経験のある、西安ン大学学長のミイン・ジーへ交代させる、人事案が、連邦議会に提示されている。ミャンマーの憲法では、国会議員と、 国務大臣を兼任することはできないため、アウンサンスーチーは大臣就任に伴って連邦議会下院議員を自動失職した。4月6日、ミャンマー連邦共和国国家顧問のポストを新設し、それにアウンサンスーチーを任命する法案が成立した。この国家顧問は憲法の規定で大統領に就任できないアウンサンスーチーに、 国家の最高指導権を委ねるための措置であるとみなされている。国家顧問は大統領に政治上の助言を与えることができるとされているが、アウンサンスーチーの助言は事実上大統領への指示となっており、このためアウンサンスーチーが事実上の首相とみなされることもある。外相就任後の4月5日、中国の王岐外相と会談した。王外相は、 今回の訪問がアウンサンスーチーからの招待であることを明かした上で政権が交代しても両国の永続的友好関係は変わらない農業やインフラ分野の経済協力を進めると応じている大外相は6日までミャンマーに滞在し金朝大統領とも会談した5月3日ミャンマーを訪問した日本の岸田文雄外務大臣と会談した2017年9月 ミャンマー西部ラカイン州で、ミャンマー政府が、イスラム系少数、ロヒンギャと武装勢力の関わりを何ら検証しないまま、ロヒンギャの村を放火した事実が、BBC により放映された。これらミャンマー政府によるロヒンギャへの対応について、国連関係者から、民族浄化であるとの指摘がされるなどしており、同国の事実上の指導者であるアウンサンスーチーに、対して、授与された。 ノーベル平和賞を取り消すよう求める請願運動がネット上で行われ36万を超える署名が寄せられている。オックスフォード氏より1997年に授与された名誉市民権はロヒンギャ問題への対応不足を理由に2017年に剥奪されている。ロヒンギャ虐殺の黒幕とも呼ばれている反イスラーム主義団体969運動の指導者アシン・ウィラズは 当初、アウンサンスーチーの支持者であり、アウンサンスーチーも、支持層の一つである969運動を、積極的に制止しなかったとされる。2018年11月12日に、アムネスティ・インターナショナルが、アウンサンスーチーのロヒンギャへの対応に失望したとして2009年に、授与した、心の大使賞を取り消すと発表。14日に、 米国副大統領のマイク・ペンスが会談先のシンガポールでアウン・サン・スー・チーに対しロヒンギャに対する迫害は理由なき暴力だと述べるなど強い口調で非難したことが明らかにされている。2018年12月、パリ議会はアウン・サン・スー・チーが指導者としてロヒンギャに対する暴力、虐殺に対応しなかったとしてパリ指名予市民の称号の取り消しを決定した。 2019年10月21日に、迎賓館赤坂離宮で、安倍晋三内閣総理大臣と会談を行い、翌22日の即位礼正殿の儀に参列した。2020年11月8日に執行された総選挙では、NLD の苦戦も予想されたが、蓋を開けてみれば、圧勝となった。惨敗を喫した国軍は不正投票があったと主張。 2021年2月1日未明に、ミャンマー国軍によって起こされたクーデターにより、アウンサンスーチーは拘束された。アウンサンスーチーは、昨年11月の国内総選挙の結果が不正で、あるとする国軍系の連邦団結発展等と、総選挙後から対立しておりそれにより、拘束されたのではないかとしている。議会における4分の1の議席など軍への特権を、 認める憲法の改正をめぐって、軍とアウンサンスーチーには、確執があった。ミャンマーの軍系、メディア、ミャワディテレビによると、2021年2月1日に、政権を把握したミャンマー国軍のミアウンフライン、総司令官は1年間の国家非常事態宣言を発令。ミャンマーの首都ネピドーの電話、インターネットはすべて停止した。さらにミャワディテレビは、 暫定大統領の元国軍幹部、民政副大統領が、立法、司法、行政の三権を、国軍のミンアウンフライン総司令官に委ねたと、報道。ミャンマー国内では、連日アウンサンスーチーらの釈放を求める、大規模デモが発生している。日本国内でも日本在住のミャンマー人を中心に、品川区のミャンマー大使館前をはじめ各地でで、 アウンサンスーチーらの釈放を求めるデモが起きている。アウンサンスーチーの名前は父親の名前に父方の祖母の名前と母親の名前から一音節ずつ取って付けられたものである。ミャンマーに住むビルマ民族は性別に関係なく性を持たない。アウンサンスーチーのアウンさんも性や父性ではなく個人名の一部分に過ぎない。彼女の名前はアウンサンスーチーで 言語では分割して呼ばれることが多い。日本の大手メディアでは、毎日新聞が1996年から、朝日新聞が2012年から、アウンサンスーチーと表記しているがそれ以外は、アウンサンスーチーと表記している。ビルマ人は、通常、年配の女性につける、女子に相当する継承、銅をつけて、銅、アウンサンスーチーと呼ぶ。親しみを込めて、銅、スーということもある。 ありがとうございます。